ジョーゼフ・マヌエル・モントーヤはアメリカ合衆国の政治家。1964年11月から1977年1月まで民主党のニューメキシコ州選出の連邦上院議員を務めた。1915年9月24日にニューメキシコ州ペニャブランカに誕生した。両親のトーマスとフランシス・モントーヤは18世紀にニューメキシコに移住した。 スペイン人カトリック教徒の末裔であった。サンドバル軍の公立学校で初期の教育を受け、1931年にベルナリオ高等学校を卒業した。コロラド州デンバーのレジスカレッジで教育を受け続け、1934年にワシントン DC のジョージタウン大学で法律の勉強を始めた。1936年には当時21歳で、 ジョージタウン大学の在学中にニューメキシコ衆議会会員において州の歴史で最も若い議員となった。1938年に法律学部を卒業後に再度州衆議会会員議員に選出され、その翌年に民主党の多数党院内総務に選出された。1940年11月のニューメキシコ衆上院選挙で、 さらに政治的な上昇を続け、最も若い衆上院議員に選出された。1947年1月までに2度衆議会上院議員に再選され、多数党院内幹事と司法委員会議長の地位を保持した。1947年1月から1957年4月まで、同州の副知事に3度選出され、衆議会上院でさらに2期の任期を務めた。 1957年4月には、直前に再選出されたニューメキシコ州会議員である、アントニオ・フェルナンデスの休止後の特別選挙で、連邦会議員に選出された。議会でモントーヤは、仲間の議員の尊敬を集め、政治に恩恵で熱心な民主党員であり、勤勉な議員という評判を得た。1963年に、会員予算委員会のメンバーとなった。彼は、 教育政策の強い擁護者で、すぐに、職業的教育法を作成した。1964年には、自然保護区域を保護するウィルダネス法を講演した。1964年11月の上院選挙に、エドウィン・メケム州知事がその議席を一時的に埋めるべく、すでに州知事職を辞職していたという事実にもかかわらず、勝利した。こうして、 彼の上院での11年の経歴は始まり、そこで、歳出委員会、公共事業委員会、原子力エネルギー合同委員会、そして最も印象的な上院ウォーターゲート特別委員会として一般には知られる大統領、選挙活動上院特別委員会で務めた。最も重要な成果は、上院農業委員会での業績で、そこで彼は、 食肉加工産業の検査と規制に関わる専門的知識を増やした。これは消費者に安全と健康の利益を与え、モントーヤは1967年の健全食肉法、1968年の健全経肉法、1974年のクリーン、ホットドッグ法を含む食肉加工産業の不衛生な状況を排除するのを助ける多くの立法を作成した。 公民権、教育、ヘルスケア、外国人労働者の問題にも取り組み、彼の選挙民の経済上の幸福に大きな利益を維持した。ヘルスケアの分野では、メディケアメディケードを支援し、ヘルスケアの専門的職業にバイリンガルの訓練を供給する法案を提案した。モントーヤは、環境保護や高齢者を援助するプログラムも支援した。 原子力エネルギー合同委員会と上院歳出委員会でのモントーヤの立場はニューメキシコ州にある連邦の施設の維持に強い影響を彼にもたらした。1976年11月にモントーヤは16%以上の得票差でハリソン・シュミットに敗北した。敗因は大部分はシュミットが元宇宙飛行士かつカリスマ的な演説者で ある意味、モントーヤはそうではなかったということによるものであった。モントーヤは、翌年から2年を、ピート・ドメニッチ上院議員の支援を主に過ごし、ニューメキシコ州の連邦施設を稼働し続けることに注力し、ある点で、ドメニッチはそれまでにはないほどの大きな成果を上げた。1978年6月8日に、ワシントン DC にて62歳で死去した。 ありがとうございます。